先ほど大大会の実施責任者の大阪市府中尾社長から座席踏まなさずもやりたくないという力強いお話がございました。私も新しくこのスタートとした文化創造図における一番大きな検討課題だと思っています。確かに今佐賀県内は踏まなさずもありません。しかしながら長いということは決して諦めることはないと思っています。遅れてスタートをする、新しくスタートをするということはさなわちその分より新しいことができます。新しいチャレンジができていきます。ご存知